石巻日日新聞は、石巻日日新聞社が、宮城県東部の石巻市、東松島市、押下郡小長町をエリアとして発行している、地域市。1913年創刊。以下の記述は、主に公式サイトと、山田春道、宮城県石巻市における、地域市公防略史による1912年10月。 山川清が石巻地方最初の日刊誌、東北日報を創刊するが、間もなく経営に行き詰まり、新たに体制を立て直して、翌1913年に石巻日日新聞と解題する。その後も5年ほどは経営が安定せず、経営者も頻繁に交代したが、編集人と上戸氏は継承された。1921年には同盟通信に加盟して、 全国国際ニュースの配信を受け、紙面に反映させるようになる。その後、いわゆる一県一市統制により、1940年10月31日付、第8684号で廃刊した。戦後、石巻では、石巻日日新聞で、食事校であった和田哲夫が、石巻新聞をいち早く送刊したが、これに対して、 石巻日日新聞で編集長を長く務めた佐藤つゆべにを中心に石巻日日新聞の復刊が企画され1948年10月に戦前の上戸市を継承して第8685号を発行する形で石巻日日新聞が復刊された。翌1949年に日刊化。1952年に佐藤が社を去り、 斉藤松次が事実上の経営責任者となる。当初、部数の上で石巻新聞により少なかったが、1967年前後には発行部数4000部ほどで同程度となる。1971年にはオフセット印刷機を導入し、1976年にはコールドタイプセッティング化を達成、百八十二年には高速輪転機を導入する。 1985年には、無料の月刊タウン誌、石巻、ライフの発行を始めた。2015年3月1日、石巻ニューゼにて、壁新聞を見学する、ウィリアム王子と説明する石巻ニューゼ館長、竹内博之2011年3月11日に、発生した、東日本大震災では、停電と津波により、社屋が浸水し、臨天気が水没したが、 純烈しなかった新聞ロール紙に懐中電灯で照らしながらマジックペンで書き込んだ郊外壁新聞を3月12から17日の6日間市内の避難所6カ所に貼り出しライフラインの復旧状況や避難所での生活関連情報を伝えた3月18日付の新聞からは市販の複合機プリンターを使って印刷を再開 そして3月20日付から水没を逃れた古い臨天機を使い一枚ずりの紙面での発行を再開し避難所の市民に配るようにした。こうして震災直後から1日も休館せず発行を続けている。これらの壁新聞発行を2011年3月22日にワシントンポストが報じニュースジャーナリズム博物館ニュージアムが7枚を永久保存する。 また、国際新聞編集者協会はこの新聞発行について、石巻日日新聞に特別報奨を授与した。さらに、東日本大震災で困難に直面しながら、地元新聞社としての役割と責務を果たしたとして、2011年に第59回菊池博士賞を受賞。そして、震災から1年が経った2012年3月には、 フランスの月間日本情報誌ズームジャポン及びパリの日本文化施設エスパスジャポンの企画によりフランス国立ギメ東洋美術館が氏名と題した壁新聞展を開催同時にズームジャポン誌は石巻日日新聞社へのオマージュとして同年3月号に壁新聞を特集した別冊小冊子を日仏の2カ国語で発行 フランス国内で10万部を無料配布。この小冊子には、大見社長をはじめとした石巻日,日日新聞記者ら、そして池澤夏樹、岩崎貞明、鎌田里志、港千尋、そして内田樹のご氏が執筆協力した。ありがとうございます。